海上自衛隊の航空母艦建造構想。海上自衛隊の航空母艦建造構想では、海上自衛隊の航空母艦等の、類似艦艇建造構想について述べる。保安庁警備隊は、その創設期より、航空母艦の取得、旧帝国海軍との連続性を重視するなら、再取得を施行していた。海上保安庁海上警備隊から改編された。 直後の1五十二年、昭和二十七年、YE 委員会においてまとめられた新日本海軍再建案では、アメリカ海軍からの供与により、護衛空母四隻の整備が盛り込まれていた。この時には、要求課題であったことから新日本海軍再建案、そのもが、アメリカ側に受け入れられなかったものの、1五十三年、昭和二十八年三月頃には、大戦総統軍、 の編成という具体的な運用構想の下、その中核艦として、護衛空母、区部内視対戦空母、CV の対応を受けることが構想された。また、同時期、アメリカ海軍も警備隊において、航空母艦の必要性を認めており、1953年、昭和28年12月21日付で、アメリカ統合参謀本部事務局が作成した、本の防衛力及び、 別紙資料で示された当時の警備隊の兵力整備目標の中に、軽空母4隻と防空巡洋艦3隻の保有が盛り込まれていた。ただしこれらについては、この時点では日本政府に対して提案されないこととされていた。これらの流れを受けて、1954年、昭和29年には、保安庁の昭和29年度防衛力増強計画において、警備隊用として、 駆逐航空母艦、原文ママ一隻が駆逐艦四隻、護衛艦三隻ともにアメリカ側に要求された。同年4月には、米軍事援助顧問団から第二幕僚幹部に対して、フーク部隊の中核となる空母二隻を対応するとの意向が示された。これを受けて、1955年、昭和30年9月には、長沢博海幕長が、 横須賀で米海軍の護衛空母を視察した。しかしその後、1956年、昭和31年にかけて行われた防衛庁部内での検討において、当時の経済情勢等を勘案して、空母の受け入れは時期尚早と結論されて、これらの構想は一応放棄された。しかし対戦相当軍、フークグループの編成という運用構想は放棄されず、 1957年、昭和32年、1958年、昭和33年頃より再び取り上げられるようになった。当初はアメリカからの空母入手が想定されており、1957年、昭和32年より、供与が開始された S2 階の初号機受領時には、受領要員として派遣された外事の P2V-7 操縦資格者と整備士が、 アメリカ海の対戦空母、プリンストンに上艦し、洋上で、初着艦体験と航空機整備の研修を受けている。当時、派遣に参加した元隊員は、この時の派兵部隊は、将来の空母運用を見越して派遣されたと語っている。アメリカ海軍より、正規空母の SX 級供与を受けることも、検討されたものの、予算上困難と判断され、見送られた。その後、 対戦障害ヘリコプター HS という新技術の発達とともにヘリ空母として独自の運用思想が構築されることとなった。この当時、原子力潜水艦の登場に伴って敵船の非対持速力の高速化が予想されたことから、水上艦安定による相当列の前、速報にヘリコプターを配することで補足率を向上させることが構想されおり、 世界的にもまだあまり例のない運用思想であった。この運用思想の下、基準排水量2万3000トンの CVHA 対戦ヘリコプター18機及び S2 回対戦哨戒機を6機搭載と、基準排水量1万1000トンの CVHB 対戦ヘリコプター18機搭載の2案が、高捜査だが、検討の結果、総合的に CVHB 案が優れると判断された。 1959年、昭和34年には、海爆内でヘリ空母 CVH として計画が具体化され、同年8月には、技術研究本部において、検討資料として、先のような諸元を備えた、配置図草案が作成された。出機関は、天津風、35DDG に準じたものとされた。 飛行艦板は全長155メートル最大有効幅26.5メートルで、中部から後部にかけて3カ所のヘリコプター、発着スポットが設定されていた。エレベーターは17メートル8メートル台のものが2機、全部エレベーターは艦板内式、後部エレベーターは減速式に設置される。ハンガーは長さ112.5メートル最大幅22メートルで、 HSS-2 ヘリコプター18機を格納できるものとされた。ダメージコントロールのため、船体中心より後方4メートルの位置でスライディングドアが設置されており、非常時にはこれを封鎖して、ハンガーを前後に分割することができるものとされた。建造費は100億円と見積もられ、日本側負担が80.5%、 アメリカ側が1 9 5 1 s s にヘリコプター27機の予算は、日本側負担が47.8%、アメリカ側負担が52.2%経費全体では、日本側負担が62.8%、アメリカ側負担が37.2%だということまで話が決まっていた。また対戦相当軍の編成としては、c v h 一隻、d d g 一隻、 dda 2席 ddk 3隻と計画されていた。赤木宗則防衛庁長官が積極的に推進していたこともあって、CVH に関しては、このように具体的な検討がなされ、1960年、昭和35年7月の防衛庁、当時町民において建造が決定された。しかし同年は、いわゆる60年安保の年で政局が混乱していたことから、 二次防の国防会議への上定そのものが見送られることとなった。また概要に出ていきたい、海上自衛隊と選手防衛にこだわる防衛庁、当時内局とのせめぎ合いが起こったこともあり、昭和36年度予算及び二次防への CVH 形状は行われず、以後 CVH 計画が正式に取り上げられることはなかった。防衛庁防衛局長を務めていた。 ウナバラオサムは、二次防 CVH に関して、日本の四つの島が生きてくために、何ができるか、何をするかということじゃないんですよ。やはり軍艦マーチに乗って、太平洋に出ていく、これが夢なんですね。それは、今でも生きているんです。私がヘリ空母を沈めたことは、アメリカの方にとっても衝撃だったんですね。海上自衛隊と、 アメリカ海軍との間で決まっているものを私がご破産にしちゃったわけです。だから、これは大変な問題になるわけです。彼らにとっては、と述べている。また、後に自衛官対司令官となった、高田洋次会長は、うなばら防衛局長の防衛論の限界を指摘する。一方、CVH 計画についても、下記のような問題点を指摘している。第三次防衛力整備計画。 三次防、昭和42年から46年、1967年から1971年度において、艦隊構成として八艦六機体制の構想が採択され、これに基づき、ヘリコプター三機搭載の4700トン型、DDH2 隻、43年度計画艦、45年度計画艦が建造された。続く第四次防衛力整備計画。 四次防、昭和47年から51年、1972年から1976年、土では、オペレーションズリサーチの手法によって、計画はさらに具体化された。この結果、護衛隊軍の基本構成としての八艦六機体制が、踏襲されるとともに、艦隊防空火力として、ターターシステム搭載のミサイル護衛艦、DDG1 隻が編成に含まれることとされた。 そしてこれらの航空運用能力と艦隊防空ミサイル運用能力を一石で重速シュール艦として8700トン級 DLH が構想されることとなった。この DLH は護衛隊軍2軍目の近代化用と対戦相当軍用として計画されており、当初案では基準排水量8700トンから1万トン程度、主機関は蒸気タービン12万馬力、 ヘリコプター6機搭載とスタンダードサム装備として2隻建造することを計画するもオイルショックの影響を受け基準排水量8300トン程度蒸気タービン10万馬力対戦ヘリコプター6機搭載対空ミサイル装備なし後付けする予定だったの縮小型に変更し席数も4次防期間中の建造数を1隻に減らした DLH は将来的に ハリアー垂直離着陸戦闘機を搭載、運用することを考慮して、全通飛行艦班を備えていた。1971年の名古屋国際航空宇宙省では、海事幹部がハリアーに体験登場したり、四次棒では、V 投機に関する調査研究費が計上され、大蔵省に認められ、調査団が投影している。 しかし国防会議事務局長の海原治の反発とオイルショックの影響で対戦相当軍の進編が断念されたこともあって見送られ、代わって4700トン型 DDH の拡大改良型である5200トン型 DDH2 隻50年度計画艦51年度計画艦が建造された。なお、後に要望権に伴う 初検討が行われていた1987年、昭和62年5月19日の参議院予算委員会において、西広正規防衛局長、当時は対戦ヘリコプター搭載の空母について、空母がやられてしまいますと非常にダメージが大きすぎるというようなことで、分散して、護衛艦に一機か二機ずつ積んだ方がよろしいということで、別の選択になったわけでありますと答弁している。 その後、海上自衛隊では八艦六機体制に代わって八艦八機体制を策定したが、この体制下においても、これらの DDH は航空中数艦として活躍した。なおこの時期、社会党の大井出春により防衛庁防衛局が作成した日米安保解消と日米安保条約の相互防衛条約への改定の二つのケースを想定した自前防衛の長期構想が、 明らかにされ、長期構想に、攻撃型空母や、原子力潜水艦の保有や、日本の核保有には2兆8、レーレレ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 レ、必要になるとの見通しが書かれていることが、政治問題化したが、防衛庁、当時は、あくまで安全保障に関する極ムの一環であり、問題はないとした。また北村健一自衛艦隊司令官が、将来、 攻撃型空母も持ちたいと発言したことが、社会党から問題視されて、国会で政治問題化したことにより、石田捨てを海上幕僚長記者会見で謝罪する事態となった。その後、北村司令官は退任に追い込まれ、責任を問われた石田海幕長も、その後退任を余儀なくされた。1970年代後半頃より、シーレーン防衛という、 新たな概念が重視されるようになってきた。1976年、昭和51年に、海上幕僚長に就任した中村定時会長は、防衛すべき範囲として、東京都グアム及び、バシー海峡をそれぞれ結ぶ2本のライン、中村ラインを提示した。1981年、昭和56年5月、この概念をもとに、ワシントン DC 訪問中の鈴木善光。 内閣総理大臣がシーレーン戦回離防衛を提唱し、続く中曽根康弘内閣でさらに具体化された。中村ラインを提唱した中村海幕長は1977年昭和52年9月に同職を離任する際の離任にあたり講話で洋上防空にはミサイルだけでなく V、エストール機のような戦闘機が必要だがこれにはを付けられなかった。 まことに無念である。と述べた。またこの前後より、ソビート連邦軍において、射程 400km 超音速を発揮できる、KH-22 空対艦ミサイルと、その発射母機として、やはり超音速を発揮できるツ、S-22M 爆撃機、そして、電子攻撃用に改造されたツ、S-16 電子戦機の開発、配備が進められるようになっており、 軽空脅威は大幅に増大していた。この情勢を受け、1986年、昭和61年5月、防衛庁、当時内に設置されていた、業務、運営自主関西委員会を発展拡大させて、防衛改革委員会が設置され、その参加の4つの委員会及び、省委員会の一つとして、洋上防空体制研究会、要望権が発足した。要望権においては、 アスレーダーや、早期警戒機、溶撃戦闘機等による、洋上防空体制の強化、効率化も策されており、護衛艦隊においては、ミサイル護衛艦の艦対空ミサイルシステムの、イージスシステムへの更新とともに、航空機搭載型護衛艦、DDV が検討された。イージス艦が、空対艦ミサイルに直接対処する施策であるのに、対し、DDV は、 ASM 発射以前の爆撃機に対処することにより、より根本的な募気対処を担う構想であった。EG システムは在来型 DDG のターター、D システムよりも、はるかに強力な防空能力を備えるであろうが、それでも、数字にわたる空襲を受けた場合は、艦隊の防空網をすり抜けた ASM による損が蓄積され、最終的に艦隊は失われるとの予測がなされたことから、 勃起対処の能力は非常に重要であった。1985年、昭和60年8月17日、読売新聞は、全年間1985から1986年版の記載において、日本は1988から1992年の5カ年の防衛力整備の最も野心的な計画として、1万6000トン級の 大型ヘリ空母の建造を計画している。この空母には14機の対戦ヘリを搭載するほか、垂直発射ミサイル装置を持ち、対戦作戦能力は飛躍的に増強されるとの記載があることを応じ、合わせて防衛庁が全年間が指摘する防衛力整備は62中業を指すものとみられるが、59中業すらまだ決定しておらず、大型空母建造など根も葉もないことだ。 ジェーン年間に対して、訂正を申し入れるとしたことも報じた。その後、同年10月20日付の日本経済新聞にて、計画が部外に明らかになった当初、軍事評論家の藤木平八郎は不可、縦洋上防空には、理解を示すも、シーハリアーの能力不足を指摘していた。統合幕僚会議議長を務めた、佐久間はじめは、こうした構想について、 DDV が絶対とは私は今でも思っていません。しかし、一番現実的なオプションではあるだろうなとの見解を示している。また、ほぼ同時期に自衛隊高級幹部、OB 及び自民党防衛属議員で構成されていた日本戦略研究センター、現在は解散し、日本戦略研究フォーラムに継承されているが、政府、自民党に対して提出し、 防衛力整備に関する提言の中で、護衛水上部隊は、7個護衛隊軍とする。そのうちの5個護衛隊軍は、それぞれ各出撃2から3週間の連続作戦に、必要な対戦ヘリコプターの他に、対象勢力の新型基地爆撃機を擁撃する、擁撃機などを積載できる、対戦ヘリコプター等を搭載、大型護衛艦、DLH 一隻を中核として編成すると、されていた。 他にも、洋上防空の手段として、P-3C 対戦哨戒機を母体として、早期警戒能力やフェニックス空対空ミサイル12発及び、アン、オーグ -9 火機関製システムを搭載した EP-3C 海を、厚木の第4航空軍20機、那覇の第5航空軍20機の各1個飛行隊を編成し、那覇基地と伊央島基地、父島基地に配備して、 洋上防空を行う空中巡洋艦構想も検討されていたが、空中巡洋艦構想は EP-3C 以外の行動半径が沖縄周辺空域と洋島周辺空域に限定され、DDV やイージス艦と比較して、作戦柔軟性や迅速性に乏しく、護衛艦隊の都合に合わせて一体運用できないこと理由に早々に検討対象から除外されていた。 以上のような検討を経て、DDV は概ね、排水量1万5000から2万トン前後、全通艦板を有し、シーハリアー級の戦闘機を10機前後、早期警戒、エヘリコプター及び対戦障害ヘリコプターを数機、搭載する構想となった。しかし、要望権において、母機対処の必要性は理解されたものの、肝心のシーハリアーの能力が限定的であり、 超音速のつマイナス 22M 爆撃機への対処に不安が残ったほか、空母という言葉の持つ政治的インパクトへの配慮、さらにアメリカ海軍の反対、アメリカ海軍空母の護衛に加わるためのイージス艦の優先を推奨もあったことから、海爆は DDV 計画を取り下げ、イージス艦導入に重点を形成することとされた。イージス艦については、吉田学会長が 当時のアメリカ海軍作戦部長、ジェームズ・ワトキンス大将を説得したことによ、当初予定されていた1世代前のものではなく、最新のイージスシステムの提供が実現した。また後の2003年、平成15年10月2日、衆議院安全保障委員会において、零三中期模中に AV-8B ハリアー E4 機、よび AV-8B ハリアー E プラス13機、 合計で17機調達し、8年度以降の次々、規模ではそれぞれを32機以上と4機以上の、計36機以上を購入する計画を含む、開示時規模計画開幕草案と称する、開示内部資料についての質問がなされたが、石破茂防衛庁長,長官、当時により否定されている。また、同時期に AV-8B ハリアー E、 プラスを搭載した艦艇の構想があったが、政治的理由で頓挫したほか、複座型ハリアを訓練支援機として3機導入する案が検討された。2004年、平成16年の防衛庁、防衛力のあり方検討会議において、敵基地攻撃能力保有を検討として、巡航ミサイルと対地攻撃機搭載の軽空母の保有に言及したことが報じられた。このほか、 1990年、平成2年12月に、閣議決定したレー中規模の策定過程で、海イは中規模に直接盛り込む装備とは別に、将来構想として V-22 の救難機としての導入を提案している。要望権で提言された DDV は断念されたものの、平成10年代中期において、春長田 43DDH が概ね、 運用寿命を迎え、後継艦が必要となることは自明であった。従来の駆逐艦艦型では、ヘリコプターの同時運用能力や夜間、高天時整備能力に大きな制限があったことから、飛行艦板の全通飛行艦板化が施行されることとなった。春名型よりも先に更新時期を迎えた。 厚み型45リットル ST の後継艦において、まずこの試行が試されることとなった。零産中規模で検討された、この平成5年度計画輸送艦では、クック -19 エアクッション型揚陸艇の母艦機能を備えることにより、揚陸能力の大幅向上を実現するとともに、輸送ヘリコプターによる空中機動輸送能力も検討された。ただし当時は、 ソラボ艦型に対して依然として微妙な空気が残っており慎重な対応が求められた。この結果実際に建造された8900トン型輸送艦、をお隅型では航空機の収容整備能力は極めて限定的なものとされ運用コンセプトとしても航行しながらヘリコプターを発着艦させる軌道用陸船ではなく漂白内視漂白状態での運用による 海上作戦輸送方式が前提とされた。しかし、それでも同型は自衛艦として初めて全通飛行艦艦船型を採用して完成された。諸外国の場合、この規模のドック型揚陸艦では、船体全部に大型の上部構造物を作り、ここにヘリコプター格納庫を設置する例がほとんどであり、例外としてイタリアのサンジョル助級教習揚陸艦がある。 全通飛行艦艦にしたことで、かえって航空機運用能力を損なっているとて、専門家の批判を受けたが、本型における全通艦艦の採用は、来たるべき DDH 後継艦を強く意識したものであった。なお本型は、ヘリコプターの発着艦は可能であるが、V トール機の発着は考慮されておらず、おみ型の艦艦で、多くの航空機を運用するのは無理だとされているが、 担当者レベルではお墨型にベストル機を搭載できるように真剣に検討したと言われている。その後の日米共同演習においてアメリカ海兵隊のメガボルトマイナス 22B オスプレーが2番艦、下北に着艦している。また平成26年2014年度以降オスプレーの運用に対応した回収が計画されいる。春永田。 43DDH の後継艦は13、中規模において建造されることとされ、2000年1月、河原力防衛庁長官は、カリフォルニア州サンディエゴ海軍基地で、直期中規模に高度な情報通信機器を装備し、指揮統制能力を強化した、ハイテク指揮艦の取得を盛り込みたいと発言した。2000年12月に、閣議決定され、この際には、 下記の三つの線形案が提示された。三つの案のうち、当初は第二案が予想図ではなく、イメージ図という用語を伴って発表されたが、閣議決定の対象ではなく、以後の作業を束縛しないものとされた。この図の段階で、マストや煙突は右舷側に寄せられており、左舷側には前後の発着甲板をつなぐ大型のシャッターや大きな環境が置かれているだけだった。 このため、実際の船型は、全通艦板の第3案に内定しており、航空母艦に近い形状で世論の反発を買うことがないように作った図であるとも言われた。また、全通艦板の方があらゆる点で、性能的に優れることもあり、最終的に複数の水中目標対処等の状況を想定して、第3案に変更され、2003年には、第3案に基づく予想図が発表された。 この設計による13,500トン型 DDH は1番艦が2009年3月18日、9が DDH-181 として収益した。続く2番艦は平成17年度予算で要求される予定であったが、海示の C4i システム整備とミサイル防衛関連に防衛予算全体が圧迫されたためこの要求は先送りとなり、 平成18年度予算で要求が行われ、その建造が認められた。2011年3月16日、伊勢、DDH-182 として収益した。春名型 4345DDH の後継艦としての13,500トン型16、18DDH に続き、白根型50、51DDH の後継艦が22、 中規模予定での建造を予定された。ただし第45回衆議院議員総選挙に伴う政権交代で中規模策定が遅延したため一番艦は単年度の平成22年度予算で建造されることとなった。2009年8月31日2010年度予算の概算要求に基準排水量19500トン全長248メートル 最大14機のヘリコプターを搭載し5機の同時発、着艦、多艦への洋上給油が可能、車両、人員の輸送力が強化された19,500トン型 DDH を配備する方針が発表された。初期の完成予想図には固定翼機を離陸させるための傾斜構造、スキージャンプ台が描かれていたが、最終版の設計図ではこの部分は姿を消している。 2015年3月25日、1番艦が、出雲 DDH-183 として収益した。続いて2番艦は2017年3月22日、かが、DDH-184 として収益した。固定翼機運用に関しては、2008年の横浜国際航空宇宙展での講演において、海爆防衛部装備体系課長の内島周一と、海佐、 当時が将来多目的空母で、三 -35B を運用する構想に言及しており、講演中に使用された参考図には、輸送能力、艦隊補給、脱滑走路、着艦可能、艦上整備可能などと書かれていた。元自衛艦隊司令官の勝山拓元会長は、無改造でも三 -35B の発着艦、格納が可能であるとし、搭載機数としては、 SAR 用ヘリコプター及び駅を加えて10機、プラスアルファ程度と見積もる一方、艦首に大重量のソナーを備えることから、艦のバランスの問題上、スキージャンプ台の後付けは困難であるため、戦闘行動半径や搭載量には相当な制約を伴うであろうと指摘している。防衛省幹部は、ストブル機の搭載について、回収は可能だが、航空機の取得や、 要因要請など膨大な時間と経費がかかり、現実的に不可能と否定していたが、近年の中国の請求な海洋進出の脅威に対応するために空母化の検討を開始したと報じられた、口述する海 -35B 搭載計画項を参照。海上自衛隊では、艦艇の建造を計画するにあたって、必ずアメリカ海軍から意見を聞くことになっており、 その過程でアメリカ側から注文をつけられることがあるという。冷戦終結によってソビエト連邦という共通の敵が消滅したことによってアメリカ海軍のパールハーバーの記憶を持つ世代は海上自衛隊の装備が不必要に強くなることを警戒しており戦前の帝国海軍のように海上自衛隊が変貌しないように目の内から積んでおきたいという思惑があったという。また 日本が空母を中核とした艦隊整備に動き出せば中国や韓国との間に深刻な政治的問題を生み地域の安全保障環境を不安定にさせる危険性があるとして日本が空母をシーレーン防衛だけでなく周辺国や小国に対する洞喝に利用するのではなかという懸念も出ていた。つまり今は軽空母であっても 将来的にその後継艦ともなれば正規空母になる可能性があり、あくまで海上自衛隊を第七艦隊の補助部隊として運用したい、アメリカ海軍としては気に入らなかったのある。同様の理由でおおみ型輸送艦建造の際も、海上自衛隊はアメリカ側に対する説明に苦慮したという。しかしながら、アメリカ海軍は海上自衛隊が ヒューガ型護衛艦を導入するにあたっては、全く異論を挟んでいないという。理由としては緊迫の度合いを見せる、近年の極東軍事情勢の変化と、パールハーバー世代からの世代交代により、極東地域における安全保障任務に関して、日本に負担を求める意見が主流になっていることが挙げられている。上記の通り、19500トン型 DDH、出雲型は、 もともと優れた航空運用能力を備えていることもあって、巡航以前より固定翼機を搭載する可能性が取り沙汰されていた。2013年7月14日には、関西機としての配備、運用も視野に、回 -35B の導入が検討しているよし、FNN が報じたが、小野寺一則防衛省は検討の事実を否定していた。その後、 2010年代末になると本格的な検討が着手された。2016年12月12日の公募に基づき、2017年4月から2018年3月にかけて、出雲の建造業者であるジャパンマディンユナイテッドへ委託研究として航空運用能力向上に係る調査研究が実施され、無人航空機 UAV に機種。 MQ-8C 及び RQ-21A と共に、回 -35B も訴状に乗せられた。このうち回 -35B については、UAV とは異なり日米共同、統合運用を想定していたほか、整備用機材や保用品を搭載する書室や並走についても検討が及んでいた。2018年には防衛計画の対抗の改定が、 予定されていたことから、同年3月、自由民主党の安全保障調査会が政府への提言故視案に、多用途防衛型空母の保有、検討を盛り込んでいることが公表され、同会会長の中やもともと防衛省は、出雲型護衛艦を空母に回収する案を念頭に置いているとした。その後、11月からは自民、公明の与党両党による、新たな防衛計画の対抗等に関する、 ワーキングチーム WT が設置されて会合を重ねていたが12月の会合ではこの問題も訴状に載せられており専属の戦闘機部隊は設けず航空自衛隊が新たに導入する回 -35P で構成する部隊の常時環状展開を行わないことや戦闘機の補給整備能力を攻撃型空母並みとはしないことなどを説明して 公明党の了承を得ようとしていることが報じられた。改修後の故障について、12月5日に行われた WT の会合では、多用途運用護衛艦と呼ぶこととされており、また、監視記号については、航空機を表す a a 付して DDA に変更されるのではないとの見方も出ていたが、同月13日にまとめられた確認書では、多機能のヘリコプター搭載護衛艦として従事すると、 されており、多様と運用後へ間の故障は撤回され、監修記号も DDH のままとなった。ただし12月14日、安倍晋三首相は改修後の出雲方について、わかりやすい名称を検討すべきだとの認識を示したとされ、監修故障、記号については変更される可能性もある。これらの議論を経て、同年12月18日に発表された30、 対抗では戦闘機の運用の柔軟性をさらに向上させるため必要な場合には原油の艦艇からのストブル機の運用を可能とするよう必要な措置を講ずるとし合わせて発表された30中規模では必要な場合にストブル機を運用できるように図も型の回収を行う旨が明記された。なお回収後も同型型機能の護衛艦として多様な任務に従事することや 憲法上保持し得ない装備品に関する従来の政府見解に変更がないことが確認された。なお、出雲型護衛艦への上官経験もある、フォトジャーナリストの柿谷哲也によると、航空自衛隊では、すでに回マイナス 35B を出雲型で運用する準備が始まっており、2018年春に柿谷が航空自衛隊百里基地を取材した際、 第301飛行隊のパイロット団は室に海上自衛隊のヒューガ型護衛艦の2番艦である伊勢のイラストが飾ってあったという。第301飛行隊はすでに伊勢の艦上で研修を受けているという。海上自衛隊の架空の空母を描いたフィクション作品。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。